県庁ニュース。県庁アナウンサーの藤井拓馬です。今日は緊急ニュース、猛毒ヒョウモンダコに注意です。9月以降、県内各地で猛毒を持つヒョウモンダコが相次いで確認されています。このヒョウモンダコ、どういった生き物なのでしょうか。新江ノ島水族館の担当者にお話を伺いました。ヒョウモンダコは両側の足を伸ばしても最大10センチほどの小型のタコです。体色は普段は淡い褐色に濃い褐色の斑紋がありますが、興奮すると瞬時に体が山吹色に変化し、斑紋は鮮やかなコバルトブルーに変わります。体には非常に強いフグ毒と同じテトロドトキシンを持っています。生息場所は皆さんが遊ぶ磯から水深10メートルくらいまでの岩の隙間にいることが多いので、磯遊びや釣りをしている際に見つけても決して触らないように注意してください。万が一噛まれてしまった場合は直ちに病院に行くか、体に異常を感じた場合は磯場から離れて救急車を呼ぶなどの対応をしてください。新江ノ島水族館では現在江ノ島の南側で発見された個体を展示しております。ご興味のある方はぜひ一度実際のヒョウモンダコを見にいらしてください。過ごしやすい季節になり、まだまだ海へ出かける機会も多いと思いますが、その模様の美しさについ触れたりすることのないよう、ヒョウモンダコにはくれぐれもご注意ください。以上、藤井がお伝えいたしました。